でも2人でやるの寂しいやん。やだ、Dちゃん呼ぼう。こっくりさんやるってさ楽しみです。こっくりますか。こっくりましょうよ。うん、ちょっとスタンバイしまして。こっくりさんに何か聞くことがないと。そうなんですよ、質問をしなきゃいけないですもんね。どうします、こっくりさんに関すること聞いちゃダメなんじゃなかったっけ。そういうルールもあるのか。ロックさんの好きな人聞きたい。それはロックさんに聞いてください。こっくりさんに聞かないで。あ、いいね、この部屋に今何人いますか。いやー、やだよ、もうもうもう。いいですね、それちょっとオカルトっぽい、ホラーっぽい感じで。世の中には知らなくてもいいことあるんじゃないですか。まあそれをちょっと聞いてみましょうよ。アマビエは本当にいますか。妖怪のね、ちょっとね、ツイッターとかで話題になりましたね。今さ、え、めっちゃ怖かった。どうした、どうした。いや、別に霊的なことじゃないんだけどさ、うん、あの、パッと出たでしょ、はい、出た時、出入り口の、あの、マンションの、誰もいなかったのよ、うん、で、今パッと買い物戻ってきたらさ、戻ってる最中からさ、ちょっとこう人影が見えてたの、うん、誰か、あれかなと思って、出てきたかなと思って、うん、見てたらさ、全然知らない男性でさ、30中過ぎぐらいので、ここマスクしてて、で、パッて見て目合ったの。目合ったら、そっからずっと後ろで手組んだ状態で、怖っ。無言でずっと見てきて、で、中入った後もずっと、ダメダメ、怖い怖い怖い。で、今さすがにここ入る前にさ、うん、なんか怖いじゃん、うん、からパッて確認したらもういなくなってたんだけど、うん、何だったんだろうと思って。いや、もうちょっと怖い。小出しにしてくる。何それ、今のすげえ怖かった。後ろに何持ってたの、怖 い。そう、手後ろにずっとあるからさ、怖い、ね、マジですげえ怖かった今。公式ルールみたいので、うん、こっくりさんに関すること聞いちゃダメなんでしたっけ。そう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 、あ、そうなんだ。公式ルールなんだ。どうなの、視聴者的には聞いた方がいいんじゃない。いや、でもそうじゃない。そうだよね。いや、もうなんか視聴者のことばっかり考えるのやめましょう。急に過激派ですね。いや、もう僕らにだって生活とか守るものがありますもん。そうだ、ね、確かにね、うん、危険な目には遭いたくないですからね、やっぱりね。とにかく長生きしたいんですよ。とにかく行きたい。こっくりさんに、あの男性は何ですかって聞いてみよう。え、ああ、さっきのね。ああ私だっつって。さあやっていきましょうか。はい、まず始め方が、はい、書いてありますね。はい、始め方、10円玉を鳥居に置く、はい、全員で指を添える。はい、丸に、全員で、下記の文言を唱える。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでになられましたら、はいにお進みください。はい。で、終わり方は、全員で下記の文言を唱える。こっくりさん、こっくりさん、どうぞお戻りください。で、10円玉が鳥居に戻ると、ありがとうございました。と言い、10円玉から手を離す。途中離すと、たたられるそうです。絶対やめよう。はい。スタート!ということで、行ってみようか。行きますか。うん、よっしゃ。いやー、ついにか。いきますか。はい。はい、じゃあ10円玉に指を置きましょう。はい、じゃあ、いくよ。はい。せーの。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでになられましたら、はいにお進みください。もう一回行こう。はい、せーの。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでになられましたら、はいにお進みください。ないね、ないですね。これそうか、言い続けないといけないね。そうです。いいよ。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでになられましたら、はいにお進みください。
これ来てないね、うん、一回話そう。そうす、ね、大丈夫、はい、今話大丈夫、今は話大丈夫、うん、だから来てないと思うから、うん、あ、もう一回話すよ、せーの、一回話すよ。裏拍手のお時間がまさか企画中に2回やるとは思わないですけどね。そうですね、裏拍手をやることによって、はい、ここから、こっくりさん確変モードに出ようと思います。あ、はい、ではいいですね。行くか。あ、翔平さん肘浮かさないためで、あ、そうなんだ、肘浮かす、でもね、肘浮かすっていうルールがあるんだ。ちょっとじゃあ裏拍手、裏拍手を、じゃあ、はい、3秒ほどでも感覚でやっていこうかなと思います。はいはい、よーいスタート。はーい、嫌なもんですね。嫌なもんですね、本当に。じゃあちょっともう一度セッティングしましょうか。はい、置きます。いくよ、はい、せーの、こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでになられましたら、はいにお進みください。え、来てる？いや、どうなんだろうこれ、うん、ちょっとピクピクっとのはありますよね。え、どうなのこれ、もう一回言ってみる。はい、こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでになられましたら、はいにお進みください。来てるのかな。ピクピクっというね、ちょっと動くよね、ええ、さっきとはなんか感じ違うね。ちょっともう10円玉に浮遊感がない。そうですね、うんうんうん、ちょっともう一回言ってみる、はい、せーの、こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでになられましたら、はいにお進みください。お、ね、え、なんかちょっと来た？これ何やってないの？やってない。誰もやってないですか？俺何もやってないよ。俺もです。え、どうなんだろう。ちょっと動いてね。そうですね、ちょっと動いてますね。やりに行ってない？行ってないです。行ってないです。え？本当？これ本当？え、これ本当？え、やってない？やってない、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 やってない。え？わわわわわわ、マジか。え、ま、本当に？マジで？ほんと微妙にちょっとずつ、うわーマジか。え、これマジで？え、本当にやってない？はい、本当にやってない。だってもう僕本当に今10円玉に指触れるギリギリですもん。でも結構これ俺も本当指先に、ね、俺も本当指先もう全然力も入れてないんだけど、え、どうなんだろう。あ、わあすごい、ゆっくりですけど、もうほぼほぼハイですよこれ。そうだね、ほぼハイということでいいです。ほぼハイだよね、はい、そうだよね。何聞きます？本当に？何聞くかを覚え考えてなかった。そうですね。そうね。じゃあ俺からいい？はい、いいよ。こっくりさん、こっくりさん、
このマンションでは人は亡くなっていますか？え、めっちゃ動く。なんか嘘でしょ。おお、本当？めっちゃ動く。すごいね。うん。どこまで行くんだ。ね。どうなんだろう。引っ張られてるのかなこれ。こっちから押してる感じは全然ないんだよな。ね、ないね。おなに、あ、なに、息が変わった。お、早い。マジで？え、早い。嘘。お、すごいすごいすごい。お、早い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 。な、急に？なに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 。いい家に行ったね。一回無に行きましたよね。うん、無に一回行った。無ってことですか、やっぱ。っていうことなのかな。ないってこと、うん、この部屋ではないってことかな、それとも。ああ。まだちょっと動いてない？そうですね、あ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 。あ、やべえ、めっちゃ引っ張られる。うん。ああ、早くなってきた。早い。おおおおお。え、マジ？目。目。ないないない。いいえ。ん？これまだ何？質問の答え。トとその間？止まった。ちょっと微妙に動いてるね。かな。これ質問変えるときはこのまま行くんですか。動かなくなったタイミングで俺は質問変えるかな。あ、止まってしまったかもしれない。なのかな。なんか質問変えますか。そうですね。この部屋に何人いますかとか聞いてみる。外。はあ。最初に都の方に行ったけど、外。そういうことか。外。外がどうしましたか。
うわ、毛、また覚えてる？うん、こう、うわ、嫌な方向向かってんな。止まった？止まったっぽいですね。すっかり動いてる、うん、ジャッジが難しいですねこれ。あ、でも動いてるな。わあ、動くね。これまだ2文字目だよね多分、っていうカウントでいいんですよね。この先、この次に来てほしくない文字が、止まった、止まったっぽいですね。ほこほ、動かなくなったね。止まったね、うん。なんて質問したんだっけ？ん？さっき？外がどうしたのって聞いて、あ、コホ。なんだろうね。なんか、なんだろうね。なんだろうね。咳込んだ。いやぐらいの話だよね。本当ね、うん。子供かと思った。うん、ああ。何聞きましょうか。好きな人とか聞いてみる？こっくりさんらしく聞いてみるか。こっくりさん、こっくりさん、ロックさんは結婚できますか？これはできないでいいの？こういうのね、ふざけちゃダメなんですよ。いや本当そうですよ。もちろん、もちろん本当そうですよ。叱られますからね。そうだよね。真面目にやらないと。ふざけたらダメなの分かってるんだけど。もう一回聞いてみる。ちょっともう一回聞いてみようか。ここ自分で聞いた方がいいんじゃない、ロックさん。こっくりさん、こっくりさん、ロックは結婚できますか？微動だにしないじゃないですか。人だって真顔で何も喋らなくなるのと一緒ですからね。こっくりさんに気使われてんちゃう？ロックさん。こっくりさん、こっくりさん、ロックは幸せになれますか？
こっくりさん、こっくりさん、ロックのことが嫌いですか？全然動かなくなった。動かなくなったね。誰がロックか分かってないんじゃない、もしかして。あ、そうか、そうかも。そうかも、ね、そうか。こっくりさん、私は翔平です。こっくりさん、私は藤田大六冠です。こっくりさん、僕がロックです。もう一回聞いてみます。以上のことを踏まえた上でもう一度聞かせてください。こっくりさん、こっくりさん、ロックは結婚できますか？おね、お、うわ、来た来た来た、おおおおおおお、え、うわ、ちょっと待ってよ、そんなに、え、マジ、うわ、早くなってきた。ちょっと待ってよ、え、マジで力入れてないよ、はい、マジ俺何も入れてない。ちょっと待ってよ。いやでもロックさん、ちょっと待ってよ。それは、いいえという…いや、まだ、まだです。まだ止まってないですね。はい、まだ止まってないです。あの、若干動いてるかもしれないですね。なんかこれ、なんかこれ、ゼロゼロゼロこゼロそんな顔で俺のこと見ないで、ロックさんゼロ正直ね、いいえ以外僕何でもいいと思ったんですよゼロっていうのもあるんですねどうします？ちょっともうちょい、あの、結局鳥居に戻れないとさ、いや、まあそうだよね、そう、やめれないから、どうしようか。こっくりさん、こっくりさん、ロックには何が足りないですか？めっちゃ動く。そう、明確に分かってるってことですよね。そう、そういうこと、そうみたいですね。そういうことだよね。そうみたいですね。ちょっと待ってよ。アドバイスしたいんでしょ。ちょっとなんか僕最悪の答えが出そうな気がするんですよ。何何？かきくけ。け。止まりました。今、毛で止まってるんですか？足りないのは、あのね、毛と背の中間なんですよ。うそー、ロックさん、ちょっとふざけんのはなしですよ。ロックさん、自分でやらないね。絶対にやんないですから。そんな。けど、ちょっと待てよ。背が足りない。
面白い。いやでも動かないくな、動かなくなったね。ちょっとロックさん聞きたいことない？こっくりさん、こっくりさん、僕はどうしたら幸せになれますか？かたくなに毛と背の間詰まってるんですよ。お金持ってもダメですか？何でしたっけ？お金を持ってもダメですか？おおおおお金持っていけると思ったんかのおっていうこんなことってあります？どうしようかね。ちょっと、まあ、これでちょっとどうしよう、一回戻るかどうか試してみます。取りに行かないと終われない。取りに行かないと終われないけども、ちょっと鳥居の近くに行くような数字が答えになるような質問してみません？ああ、なるほど、うん、こっくりさん、こっくりさん、ロックはあと何人と付き合えますか？場外です。やばい、場外か。ちょっと待ってよ、場外行く。ちょっと待ってよ。うわ、めっちゃ引っ張られる。あ、めっちゃ引っ張られるね。え、何これ。場外行くね。こんなこともあんの？タニスさんとやった時あったね。え、あ、無理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 。ちょ、話しそう。え、待って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 。あ、どうしようどうしよう。あ、間通る間。どうしようどうしようどうしよう。ちょっとちょっとちょっと。やばい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 。え、ほんとちょっと待ってちょっと待って。これ話すとダメだからね。そうだよね、そうだよね。これ話すとダメだから。そうだよね。いや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 、あ、すごいな。そんなバカな。え、ちょっとちょっとちょっと、急にどうした？モンスター巻き込んでる、モンスター巻き込んでる。急にどうした？モンスター巻き込んでる。あ、やばいやばい、落ちる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 。どうしようどうしようどうしよう。これね、場外パターンあるんですよ。そう？どうしたらいいの？あ、これ泳がすのうまいよ。戻ってきた戻ってきた。むずい。こっくりさん、こっくりさん、一回紙の上戻りましょう。お願いします。そう、うわ、あ、すごいね。めちゃくちゃいくよ。え、マジ？おお、すごい。ちょっと疲れちゃったのかな。でもこっくりさん、紙の上に戻りましょう。お願いします。いやあ、ありがたいね。マジか。あ、早い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 。すごいすごい。むずい。髪の段差気をつけてね、こっくりさん。こっくりさん、そこ段差あるからね。うん、段差あるから、こっくりさん、そこ。あ、ほら、こっくりさん言ったじゃん、だから。いや、だから言ったじゃん、こっくりさん。強く当たるんだって、こっくりさん。こっくりさん、そうなんですよ、そこ段差あるから、一回、そうっすね、ちょっと僕の方でサポートしますね、こっくりさん。いいんすか、そういうのは。ちょっと、段差、ここ、あ、これでいけるんじゃないですかね、こっくりさん。ちょっと。これは、ちょっと難しいな。わー、もう。いや、ちょっと、こっくりさんね、これね、そう。こっくりさんね。とこっくりさん、こっくりさん、だから外出るから
帰れなくなったじゃん。そんなこともあるの。そんなことあるの、こっくりさんで。ちょっとどうしようかな。こんなにちょっと助走をつけ、そう、助走をつけますか、こっくりさん。一回下がって、そうですそうですそうです。本当に。そうですそうです。本当か。こっくりさんそうです。やってない、誰か。やりてない。何にもやってない。本当に。こっくりさん、ちょっと助走をつけて髪の上に戻りましょう。もういいんじゃないですか、そのぐらいまでいったら。こっくりさん、そうですそうですそうです。そっから髪の方に行きましょう。こっくりさん、あ、すごいすごい、方向転換してる。そうですそうですそうです。おお、巻き込まれる、巻き込まれる、巻き込まれる。俺も、あー、すごい、10円だ。回る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 。ちょっと何これ何これ、え、どうなのどうなの。あ、あ、コックリさん、セロハンのところから行く作戦。コックリさん、うさーん。コックリさん、ちょっと、回らないで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 。あ、帰った。本当に。え、マジで言ってんの。これもう話していいってこと？ ちょっと、いや、でも、もうお戻りくださいってことか。あ、そっかそっかそっか。ありがとうございます。コックリさん、コックリさん、どうぞお戻りください。で、鳥に戻ると、ありがとうございました。で、10円玉から指で話します。せーの。顔つき変わりましたね。暗いからかな。なんかわかんないですけど、ロックさんガンバーっていうコメントがすごくきますね。そうね、ちょっとわかんないですけど、正直僕めちゃくちゃ動揺してるんですよ。あー、もうほんと最中笑って指取れそうになりましたからね。ケトセのアイラスってすごいですね。毛はないわけじゃないんですけど。毛はない。いや、お母さんにもやめろって言われてるんですよ。からその髪型やめなさいと。モヒカンを。そこなのかな。足りないのか。心当たりはあるんですね。こっくりさんから毛と性一撃でいかれるっていう。そうだね。そうだよね。それがもうお金を持っても解消できないという結論を出ました。って言われましたね。そう、びっくりしましたね、途中。そんなこと聞いてくるのかみたいなことなんですかね。お前どうした、おっていう、あの怒ってるんですかね、やっぱり。ちょっとなんか優しいこっくりさんが来たんじゃない。なんかそのもっと怖いこっくりさん来るかなとか思いましたけど、まあ俺にとっちゃいい子だったなっていう印象は。いや、まあ僕も初めてで、ちょっとこんな本当に動くんだって、ちょっとまだ信じられてないんですけど。みんなやりに行ってないって言うもんな、すげえな。いや、やりには行ってないよね、うんうん、絶対。だってさ、やりに行ったらあの回転はやらないじゃん。そうだね、そうだよね。むしろやりに行っててほしいんですよ、僕は。そう、こっちの誰かが。面白おかしい方向にね。ロックさんは結婚できない、足りないのは瀬戸家っていう。結果、ロックリさんでしたね。ロックリさん、ロックリさんだね。ロックさん元気出してっていう。ロックさん頑張って。出るわけねえだろうな、もう。まあね、いいえじゃなくてゼロできたのも面白かったよね。ちょっとね。いや、あれちょっとびっくりしましたね。そうね、あの助走をつけていく下りとかすごい、俺的にもこんな奇跡あるんだと思ったけど。ロックリさん、ちょっと段差気をつけてくださいはないもんね。質問じゃないもん。いや、ほんとあれ平仮名を熟知してますよね。いや、そうだね。そうですね、そうですね、そうだね。最小限の動きでもう2つのことを言うっていう的を得てるんですよ、ね、あの時に。あ、ケとセって隣り合わせなんだって思いましたね。正直僕はね、セに来るのかなと思ったんですよ。最悪の答えかなと思って、ちょうどなんかその手前で止まってくる。あれ、なんこっちに隠れてんだ、なんだと思ったらケなんですよね。あ、セだけじゃないんだ。そう、やたら賢いこっくりさんだ。なんかそのうちのチャンネルを理解してくれてるこっくりさん。そんなことあるんかな、だったんじゃないのかな。すごかったよね。絶対結婚しよう。絶対結婚する。やっぱ女子なんじゃないかな、相手が。
こっくりさんか、うん、そうそうそう、たまたまだからタイプ好みじゃなかったみたいな、そう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 、絶対ないみたいなニュアンスで言ったんだと信じたい。たまたま、ね、はまらなかっただけかもしれないですね、今回ね。びっくりしちゃったね。そうですね、なんかまだ気持ちの整理がついてないかな、僕ちょっと当分つかないですか、ちょっとふわふわしてるんですけど、ちょっと気持ちふわふわしちゃったね。ほんとね、すごいですね、あの早いとほんとギューっていくもんね。そうそうね、なんか浮遊感があるよ ね、動く瞬間にね。そうだね、いや面白かったです、コックリさん、ありがとうございました。コックリさん、ありがとうございます。ありがとうございました。本当にいい思いさせていただいて、ね、そうですね、お疲れ様でした。おかげさまでして、まさかね、一人の人間を傷つけることになるとは俺も思わなかったから。あれでもすごかったね、誰がロックさんか分かってないんじゃないっていう話してから。そうですね、ね、うんうん、ちゃんと自己紹介した後に動き出したの、ちょっとすごくなかったですか。そうですね、いやすね、結果だから僕がロックですって言った時にはこっくりさん的にお前ないはいはいはいってあなたねってマジかよ。あれすごかったですけどね、やりきった感がちょっとあるな。そうですね、なんか急にそうっていうことでして、まあ、ちょっとね、長い時間お二人には付き合ってもらったんだけども、はいはい、大ちゃんとロックさん、ありがとう。はい、はい。